じゃあ最初からお、聞こえる聞こえる。いや、さっきズーム聞こえなかった時に言ってたから大したこと言ってないんだけど、こんな目に遭う日が来るとは思わなかったという話をしてて、で定年って何でみんなおめでたいんだって言うんだけど、やっぱり最終日まで病気もせずに不祥事も起こさずに今日まで来れたのはやっぱりおめでとうということかなと思ってます。それで今日私が染色体角膜に出会うで、原口が角膜染色体に出会うということで、特に区切ってませんので、一緒にやります。何か忘れてない。ちょっと略歴、自己紹介しようということなんで、1980年5月ぐらいにで、85年に理学部としてUCサンフランシスコに行きました。そこまでまた話します。で、京都大学の理学部、こういう陣容です。この知る人ぞ知る人のラボに行きました。で、当時は助教授ですね。助教授、宝谷さんで、助手が山本正幸さん。で、松本清二、朝倉義弘、平岡氏、これが同級生ですね。で、先輩が石原明さん、鈴木優子さん、岡田俊さん。で、ここにいるはずの人が映ってなかったんで、別に用意したのは戸田さんです。で、こういうところで、最初にこの、研究室を、そうだ、最初によく忘れたのを思い出した。今日は、表の話ほとんどないから、論文になったような話は論文くださいと言って、裏の話ばっかり言ってるから、学問的な話を期待している人は退出していることです。で、普段話してない話、論文になっていない話が中心になるので、あんまり期待しないですね。それで、このラボを選んだきっかけになった論文がこれで、光弘柳田さんが短命でジャーナル・モレキュラ・バイオロジーに出した論文ですけども、これ何やったかって、彼は当時、ヒポカンのヘッドの構造を解析してたんですね。で、これにレーザー光線を当ててリフラクションパターンを取るんです。で、リフラクションパターンがきれいに取れるように、このヘッド自体がジャイアントになる、ジャイアントヘッドっていうまずミュータントを用意して、それにレーザー光線を当てると反転が出ます。リフラクションパターンが出て、その中から規則構造を反映する位置だけ、穴を開けて、でもう一回レーザー光線を通して再結合させると、画像処理、今だったらコンピューターでやるような画像処理が施されて、規則構造だけが抽出されるっていう方法を、オプティカルフィルトレーションっていう方法があって、で、いろんなミュータントで見ると、バイオタイプがこういう六角形のパターンを示すのが、六角形の枠組みがなくなるミュータントとか、真ん中のタンパクがなくなるものとか、両方結集すると、真ん中の反転も六角形の枠取りもなくなるというようなことを示して、これでバクテロファージヘッドの構造解析をしたっていうのがこの論文なんですね。で、基本的にこのラボを選んだ理由は、結局遺伝学と構造解析を組み合わせた通気剤菌の生物学に興味を惹かれた。結局、この遺伝学の構造解析を組み合わせた手法っていうのは、そのずっと生涯にわたって引きずることとなっているということです。これが原体験として研究の原点にあるということですね。で、このラボに行って、で当時の陣容は、柳田教授はバクテリアファージの電子顕微鏡をやってて、宝天さん、バクテリア鞭毛の構造を暗視野顕微鏡でやってて、山本正幸さんが新たに入って分裂酵母の遺伝学を始めたっていう段階で、それで僕がその時に2人の学生が入って、戸田さんが1年上なんですけども、僕は分裂酵母の生化学を柳田さんと一緒にやることになって、戸田さんは山本正幸さんと分裂酵母の遺伝学をやることになって、分裂酵母の低温感受性株の作成というのをやって、後にヌクレアディビジョンアレスト、NDA ミュータントと呼ばれる一連のミュータントの単純に行くんですね。で、これで後になって、分裂酵母の遺伝学を選んだ学生と分裂酵母生化学を選んだ学生で、プレイヤーが分かれるんです。当時の分裂酵母の生化学をやってたみんな、死死類類になる。とても難しくて、タンパク質生成というのは今と違ってタブなしのガスの生化学で、分裂酵母は当時の生殖体分裂するのも分からんし、ニクロソームがあるか、一緒感があるかさえも分からないというシチュエーションで。それで、ライナーさんとサイドバイサイドにベンチ並べて性格実験を始めたんですけども、ライナーさんがどうだわしの方がうまかったで、僕の方がうまかったら僕が休憩をしてもらいますって言い返したのは覚えている。失敗の時と言って、一応売れるからって言われて、つけてなかったんですけど、受けたくなったと思うんですけど。で、私の長期休暇って言われたのは、要するに、これなんか後でもう一回戻ってくると、最後の最後に戻ってくると、最初が見てくると、答えが見えてくると、だんだんスローダウンしていて、なんか新しい問いを探しに行くので、ちゃんと答え出してから、次の問いに行けっていうことを言われていたんだけど、とにかく最初のダッシュがめっちゃ早かったっていう。お前はバカか大物かどちらかやって言われたことがあって、僕はたった大物のうちに来てもらったと思っても現在に立ってしまって、最近でもひょっとしたらこれ違う意図があったかなって思い始める今日のこと。よくスキーに誘われたね。スキー行こうっていうので、いやです、僕は実験がしたいですって言うと、実験なんていつでもできるからスキー行こうっていう。今多分そんなこと言わないんで、モレキュラーより前との初の違いなんで。彼は実験したらその誤解は考えろって言ってて、あんな実験をやりすぎるように言ってるんだけど、今はどう実験しろって言ってるように伝えています。好きだったらまだいいんだけど、ちょっと公に言えないような、そういうの。今、音声が取り入れてるっていう連絡も何人かの方から来ていて、処理速度の問題ですかね。マイク変えてみますか。これはどう？機械のマイク使う？機械のマイク使いますとどう？それ使わないとズームに入らないです。これはこれ、聞こえる？レスポンスがどうでしょうね。はいだって。よく聞こえますって言ってるな。はい、じゃあ。ちょっと。じゃあ最初からですか。最初から。ごめんなさい、そんなことないです。これ、暁がちょうど。このバクテリオファージのヘッドの実験で遺伝学と構造解析を組み合わせるっていう手法を柳さんがやってたのね。で、それの学風っていうのを僕は基本的に生涯にわたって引き継いだ。で、柳さん、これも飛ばしてるんで、そうなの、そうか。ピッ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 って。で、まあ、僕の自慢は柳井さんから5年間、6年いたんだけどね、4年生からいたから、柳井さんから一度も怒られたことがないっていうのが僕の自慢なんだけども、柳井さんに言わせると、学生の中では一番怒りやすかったそうなんで、そう思ってるだけかもしれん。で、分裂工学の生化学を僕は始めて、父さんが遺伝学を始めて、生化学をやるか遺伝学をやるかっていうことで明暗が分かれることになるんだけども、当時生化学、分裂工学で生化学をやるなんて大変難しくて、これをやった人は死類類で、僕は生き延びた最初の学生なんだけども、タンパク質生成タグなしのガチの生化学だって、まあ、いろんな分からないことが多くって、分裂工学が他の真核生物と同じような分裂様式をするかどうかさえ、まだ疑問の余地があるところだったので。で、最初に得た衝撃的な結果っていうのは、分裂工学の細胞抽出液には DNA もタンパク質もないっていうことで、そんなはずはないやろっていうことで、で、結局、サンプル調節に分解してただけのことなんだけども、分裂工房ってタンパク質分解酵素がもう山ほどあって、普通にやると分解しちゃうのね。で、これなんで気がついたかっていうと、同級生の松本清二が、遠心機回すときに冷却遠心機の冷却スイッチ入れるの忘れて、サンプルが逃げたきったのね。そしたら、でもめげずに電気移動してみたら、このタンパク質がついに逃げた。だから、要するになんか酵素が失活したからなんだけど、そういうことがあって、そういうことも、分裂工房にいかにタンパク質分解酵素が多いかということも、ラボの誰も知らないっていう状況で、無謀にも生化学を始めた。で、次の問題は量が少ないけど、何も DNA にしてもタンパク質の量が本当に少なくって、1リットルの場合なんかで全然拉致が開かなくって、10リットルに拡大して、で、最高記録は120リットルの培養っていうのをやるので。で、120リットル培養すると、分裂酵母のウエットペレットが 1.2kg 出る。で、これはサンプル調整だけで3日3晩かかって、生化学だから途中で切れないんだよね。だから3日3晩かかって、で、一人ではできない、この僕に生化学の手ほどきしてくれた岡田俊さんっていう人と、2人で2交代で3日3晩サンプル調整をしたんだけども、で、岡田俊さんのことを言っている時間ないかな。ない。彼はすごい多彩で、ピアノの弾き語りのアルバイトをしてて、ジェームス・D・ワトソンがラボに来た時に50人分の料理を一人で指揮して作ったという。で、それで、今のラウト実験。うん、でも、組み替えタイヤないけど、ワイルドタイプでしかやってないからな。それで、まあ、生化学の実験をいろいろやって、核の単離もして、核単離すると、この核、の半分が DNA で残りは RNA っていうのを単離子核に RNA 子かけるとこれが浮き出してくるからそういうことが分かって、これ当時コンピュータグラフィックスなんかもできないから粘土模型で作ってあるんだけどもね、ヌクレオソームのラダーがきれいに出るし、ヒストもあって、真核生物やなっていうことが出てきて、で、核内にコンパートメントがあるっていうこととか、これからいろんなラダーとかクロマチンも普通ですっていうのを論文にして投稿したんで。で、修士の学生が英語で論文書いて柳井さんに渡したらそのまま投稿しちゃったのね。で、昔はタイプライターなんでそんな直さないんだよね。ワープロとかないから。そしたら、コメントが返ってきて、Nothing more than student exercise って言われて断られたら、で、その通りなんだよね。スチューデントが書いて送っただけなんで、で、この論文をもうそのままお蔵入りしちゃって出しときゃよかったなと思うんだけど、こういうのって結局後になって別のところから、10年ぐらい経ってから出てきて、ちゃんと論文として受け入れられてるんだけども、その時はもうこれで終わっちゃった。で、それで修士論文をまとめて生化学から一時撤退します。一時。で、博士課程から分裂工学の遺伝学のチームに、成功していた遺伝学のチームに合流します。で、その時に低オーム感受性変異株がもうすでにいろいろ捉えていて、細胞周期止まるものの中で M 期でアレストするものとして MDA2 っていうのと、KM52 とKM311 っていうのが取れてて、52の方を戸田さんが担当していて、KM311 の梅園さんと僕の方がやっていました。で、NDA3、KM311 っていうのは、奇跡のミュータントと呼ばれることもあるんですけども、それで結局3本染色体が見えるっていうところで、梅園、平岡、戸田、柳田っていう論文、評論発表会した覚えないんです。で、僕、修士号取った記憶もないので、まあいいや。で、低温感受性変異株なんだけども、22度で増殖を停止して細胞長が伸びるんですね。で、まれに3分の染色体がこういうふうに凝縮して見えるんだけど、そのわずか数パーセントしか見えなくて、だけども、まあ、この現象は注目して論文にはしたんですね。で、この著者を見て、前の3人学生なんだけども、柳さんって幸せな教授ねって言われる時があります。その意味するところはよくわかりませんが。で、ところが数パーセントが見えないんだけども、サンプル調整によって、時々数十パーセント見える時があるのね。だから、フェノタイプはすごく不安定で、数パーセントしか見えないかと思うと数十パーセント見えるというだと。ということは、何かの条件がクリティカルなところを境に揺れてるっていうことで、いろんな条件検討をして、まあ、いろいろ、実にいろいろやったんだけども、結局、温度を16度から30度まで2度刻みでずっとスキャンして、結局20度で16時間ぐらいするのが、このフェノタイプが一番よく出るっていうのは突き止めた。で、ところが20度だと細胞と伸びないんですよね。普通の M 期の長さで止まってて、そうすると、もし最初から20度で、ミュータントスクリーニングしてたら、フェノタイプなかったので、なんか細胞が伸びるっていうフェノタイプ出ないから、見つかってこなかったんです。最初20度でミュータントとして同定されて、で、その後、表現系が触れるので、調べていったら、20度で非常に安定な表現系が出たんです。で、20度だと表現系きれいに均一に出るんで、角が1つしかなくて、細胞の長さは M 期の長さを示している。だからひょっとしたら分裂停止は過激的かもということで、20度でアレストしたものを36度に戻すっていう実験をした。最初は20度でアレストしておいたものを10分後に36度にして、その2点だけで見たら、最初の20度で 100%、ほぼ 100% 一角やったものが、10分後には2角、全部2角になっていた。だから本当に科学的に非常に効率よく戻るっていうことが分かったので、もう少し時間を追いかけて、そのフェノタイプを調べた。で、このミュータントは M 期からのリリースっていう実験には今もすごくよく使われているミュータントになったんだけども。で、これを、まだ当時は KM311 で NDS3 であることは、あとこの結果によって分かってくるんだけども、この遺伝子をクローニングしようと思って、ゲノム DNA ライブラリーから低温感受性を送付するプラスミッドを探したんだけども、これ、随分十分取れるはずの数やこんなんしても全然取れない。どうしても取れない。それで、同じその、アレルで薬剤耐性を、非常に強い薬剤耐性を示すミュータントアレルがあって、そこからゲノムライブラリを作って、超感受性株っていうのがあって、もう本当に微量の薬剤で死ぬ株があったんで、耐性アレルでのゲノムライブラリを作って、超感受性の株を送付するようなものを取ったら、今度は取れたんです。これが成功して、NDS3 遺伝子が取れたんで、次、塩基配列の解読に入ったんだけども、当時、マキサム・ギルバート法って言って、やったことのある人少ないんじゃないかなと思うんだけども、1500ヌクレオチドを決めるのに6ヶ月かかった。で、しかも全然読み書きがつながらない。読んでも全然 ORF がつながらない。タンパク質コードしてるんかなっていう感じ。なんでかっていうと、イントロンが、当時分裂酵母イントロンそんなに知られてなかったし、最初に読んだ断片に4箇所もイントロンがあった。全然こう、読み上げがつながらなくて、本当にプロテインコーディングなのかなっていうところから始まって、でも結局、戸田さんと2人で同時に気がついたのね。一緒にアミノ酸配列見てたら、ベッチョブレンやと言って抱擁したのを覚えています。で、なぜ、当時しかも、アミノ酸配列をアラインするようなプログラムもなかったから、すべて相当性は目視で見てた。これは本当にだから感激の一種。目視でベータチョブリンに気がつくっていうところ。それで、ベータチョブリンだと分かってからなんだけども、野生型のベータチョブリンをマルチコピーで導入すると細胞は死んでしまう。だから最初やったのはマルチコピーライブラリーからのクローニングだと、もう細胞を生育しないので取れなかった。ところが、超感受性で株を薬剤耐性で送捕するっていうことで取れたのね。この辺りもとにかくこの株はフェノタイプの安定性からクローニングで同定まですごく難しかった。でこれで、ベータジュブリンであるということが分かったので、セルっていう当時無名のジャーナルに投稿しました。それで、あれこれ、そうかそうか。なんで奇跡の論文って言われてるかって、これ、僕が学位取得をめまいにした最終年度の8月に論文を投稿したんだよね。で、12月までに、採択にならないと申請難しいという状況で、8月に投稿したら、9月の中旬ぐらいになって、セルから手紙が来て、1枚しか便箋が入ってなくて、Will be published in December issue。12月号に掲載しますっていう手紙が1枚来て、レビューアーがみんな、このままで採択していいですっていうコメントで。で、間に合ったのに、やったー、学位申請に間に合うって、単に素直に当時は喜んだんだけども、後になって分かったんだけど、論文が一語も直さざるように掲載されるって、生涯もうこれが最初で最後だった。でそういう意味で奇跡の論文、それで僕が学位その年に取れた。であれが時間かかってたらちょっと難しかった。でそれで次はもう一つはアルファチュブリンであるということも同じ頃に見つかってて、これもセルに戸田さんの主論文として投稿されたので NDA2 と NDA3 がそれぞれアルファチュブリンとベータチュブリンであるということで、MK アレストがチュブリンであるという言ってみれば、当たり前の結果に落ち着いた。でこれはアルファチュブリンとベータチュブリン、これで一時僕が撤退していた生化学が生かされることになって、これリレントメント10リットルカルチャーからって書いてあるんだけど、これを流して DM1、DM2 ってその当時捉えたモノクロナル抗体なんよね。で、アルファチュブリンとベータチュブリンのいい抗体が取れたので、ということで、コールドステムハーバーに行ってるときに、ついでにドライアイスに詰めて持って帰ってきた。で、これで、こっちウエスタンで、こっちはコマシーブルーで染めたんだけど、10リットルカルチャーで取ったチュブリンフラクションを全量流して、ようやくこれ見つかった。検出できる。こんな感じ。で、これ、何のことか分からへんと思うんだけども、僕がコールドステムハーバーからこの抗体をドライアイスに詰めて持って帰ってきたんだけども、大韓航空機で。その次の日の同じ便が、ロシアの領空侵犯して撃墜された。もし、一日ずれて乗り合わせていたら、この抗体は日本に届かなかった。で、当時の学問的な背景っていうのは、制限酵素が見つかってようやくクローニングができるようになった。頃で塩基配列の解読はめちゃくちゃ時間かかって、マクサム・ギルバーとか大デオキシ法に過渡期で、イントロンというものの存在が報告された頃で、だからそのイントロンということにさえ気づくのが大変なんです。だからイントロンのそのコンセンサスなんかもまだ分かってない頃だからずっと読んでいて全然読みは続かないんだけども、これを抜けばつながるっていうことが、イントロンという概念がまだ十分認知されてなかったから。でもう一つは顕微鏡画像って銀源フィルムで撮影して自分で現像して焼き付けしてたので、画像データってプリントするまで見れないのね。だから顕微鏡画像は当時は一期一会やったから、データが取れたか取れないかっていうのは分かんないんだ。で、タイプライターからアップロードの時では、タイプライターで書いた、僕が書いた論文に、柳井さんがもうそのまま投稿しちゃって、Nothing more than student exercise って言われたのは、ほとんど書き直しもしてもらえなかったからなんだけども、そういうところで、ソ連空軍機の話はさっき言った通りだ。で、カリフォルニア大学サンフランシスコから、サンフランシスコに行って、で、カリフォルニア大学サンフランシスコに行く、きっかけになった論文というのはこれで、デイビッド・エガードとジョン・シダットがネイチャーに投稿した、掲載した論文で、小腸バイの唾液腺の巨大染色体、これを3次元像を取って、その道筋をたどることができましたっていう論文で、で、これがそのモデルなんで、ワイヤーモデルで、これもさっきの粘土モデルと一緒で、コンピュータグラフィックスはないっていうことなんだよね。で、こうやって染色体の道筋をこうモデルにしてた。こういう時に、UC サンフランシスコに行って、で、最初、上司だった時ね、写真撮らせないから、僕の似顔絵しか撮ってないんだけども、こんな感じの人で、写真撮ろうとすると FBI に追われてるからダメとか、魂抜かれるからダメとか、わけのわからんことを、言うんだけど、多分、FBI に追われてんやな。で、こういう、この真四角な、堅牢な顕微鏡のこの下側に CCD つけるんだけど、天体望遠鏡から学んだんで、液体窒素に分入されていて、これが逆さまになって、この顕微鏡の下側についてるのね。で、ここにケーブルも入れるんだけども、この顕微鏡を制御するために、15階にある顕微鏡から10階のコンピューターシステムに延々ケーブル引っ張って、るんですよ。で、その、あと、コンピューターが顕微鏡の傍らに置けるような大きさにちっちゃくなって、もうちょっと簡単に、今現在に至るわけですけども、当時はこれ、10階のコンピューターで15階の顕微鏡を制御してるっていう失礼者。で、最初の仕事は、この彼らがやった巨大核の、染色体配置っていうのを、少女倍、初期範囲の2倍大核に拡張したいっていうことで、もっと解像度上げないといけないということ。で、後になって僕たちが神戸になっていく分裂工具と、これ全部同じスケールで並べると、これがさっきやったと思うんで、これが僕が任された仕事で、で、神戸に行って自分たちが始めたのはこういう大きさなんで、これを段階的に実現していったっていうこと。で、最初の論文は、サイエンスにこれ出すんですけども、これ単に冷却 CCD を蛍光顕微鏡につないだってたらうまくいったぜっていうだけの論文なんだけど、サイエンスに行って。で、最初の CCD ってもうすごい感度ムラがあって、これ直線回帰でピクセルごとに感度補正をするとようやく一応になるっていう代物で、今の CCD は感度補正しなくてもきれいに一応なんだけども、当時これひどかったなっていう感じですね。で、それで、ポイントスプレッドファンクションを測るっていうのをその時にやって、いまだにこれやり続けてるんだけども、で、ディコンボリューションするんだけども、これ今見るとね、ひどい不明修正だったなと思って、当時これ世界で初めて実際顕微鏡の PSF を測ったなんで、こんな感じだったんだけども、それで、この論文ちょっとエピソードあるのは、サイエンスに投稿したらリジェクトで返ってきたんで、で、仕方ないなっていうことで、別のジャーナルに送り直そうと思って書き直して、矢先にサイエンスから手紙が来て、当時全部手紙なのね。で、ちょっと考え直すからもう一回送り直してくれって言われて、で、送り直したら今度はアクセプトになったんやけど、なんで一回断った論文、もう一回考え直すから送ってくれって言われたからようわからへんだけど、そんなことも後にも先にもなくって、一回断られたら普通はそれっきりなの。リーコンシダー、ウィルリーコンシダーって言われました。で、冷却 CCD を使って定量的な顕微鏡できたので、小10倍初期範囲の染色体の3次元配置っていうのを決めていきました。で、これディコンボリューションすると、これ一つ一つの点が核ですけども、その上が一つの核がこんな感じで、中に染色体が詰まってるんだけども、その道筋を置いたいっていうことだけども、解像度が低くて見えないので、ディコンボリューションをかけると、道筋が追えるようになって、これをトレースすると。そうすると、分かったことは、セントロメアが常に核の片側にあって、テロメアが反対側にあって、小10倍の場合は、表面に核がぎっしり並んでるように、モノレイヤー作ってて、常にエンブリオの表面側にセントロメアがあると。で、アナフェースになると、水平方向に分かれるんだけど、またくるっと回って、セントロメアが表層側に来る。こういうことが分かって。で、これ、ジャーナルセルバイオロジーに投稿して。で、この仕事の過程で、途中で生細胞イメージングもやったんだけども、この JCB の論文に、主にその、染色体の未知数をトレースして3次元配置を決めたっていう論文で、生体部イメージングの話が1枚出すんだけども、これをこの本編の論文に入れると話の流れがややこしくなるので困って、この部分だけをスピンアウトしたのがネイチャーの論文になっています。ここに入れると話がややこしいから、まずリビングの論文だけを先に短い話としてネイチャーに出しておいて、翌年に JCB に本編の論文を出したっていう話です。以上。それでもう一つは創造性シェプナーの対応を見て、小児場の場合は体細胞でも創造染色体が対を作るっていうのが分かっていて。エンブリオのある時期から対合が起こるので、ショックでは一つの核に2点見えるんですね。ヒストン、ジンクラスターに。で、後期になると1点しか見えなくなる。で、その核分裂サイクル12、13、14回目というのを見ていくと、13回目と14回目の間で急激にそのペアリングが起こるっていうことが分かったよね。で、これはどういう実かっていうと、マターナルストアの RNA がなくなってエンブリオニックな転写が始まる時期なので、これがまたちょっと後で戻ってくるんですけども、どうも転写が総合染色体の対応に関係しているであろうということが、この後30年を経て分かるんです。ディンさんが明らかにします。で、それまた後で戻ってきます。それで当時の学問的な背景としては、ディコンボリューション法とコンフォーカル顕微鏡が独立に実用化されてきた時期。ディコンボリューションの方をやった頃は、コンフォーカルの顕微鏡はまだなかった時期なので、大事なことはフィルムからデジタルカメラへの転換機で、顕微鏡画像がすぐ見えるようになったので、結果をすぐ見て、すぐに実験をすぐ計画できるようになった。これが実験のサイクルにとって効率によってすごく重要なことでした。で、この間に、あれこれなんだサンフランシスコに行ったときに、僕一人で行ったんだけど、代わり4人になってました。ということだけです。で、91年に、神戸に行きます。で、神戸の研究所、こういうところで、この研究所に行くのを決めた経緯っていうのはちょっと話した方がいいかなと思ってて、アメリカに行った時に2回ほど食の話があって、柳田さんが推薦賜った経済学のポストと R 研究所のポストがあって。断ったんですね。で、なんか日本の人事だと、なんか教授に頼まれて用意してたポジション、R 研のポジション、僕は断ったんで、柳谷さんが R 研まで早まりに行ったらしいんだけど、で、そういうのを2回ほど事件を起こしたので、柳谷さんはもう平岡は日本に帰ってくる場所はないやろうと言ってたんだけども、この郵政省通信総合研究所の電波応用部というところの電波応用部長から手紙が来て、新しい生物学のプロジェクトを始めるんやけど、やってくれんって言うんで、じゃあやりますっていうことになって、なぜかっていうと、郵政省で通信総合研究所、衛星打ち上げる。当時、平井さんを紹介した職を2つ断ったから、まあ、不祥事か。まあそれはいいとして、郵政省から手紙が来て電波を及ぶって全然聞き慣れんところ、生物やってる雰囲気のしないところから来たんで、やったーと、これはいいなと思って。何のしがらみもないから、大変楽しいなと思って。やばい話になってね。で、これは情報通信研究機構で、ここに91年にはこういうのが立つんだよね。この91年から行くんだけども、だって。で、これ、全方位アンテナって言って、オーストラリアまで電波が拾える、全方位から360度電波が拾えるアンテナが立ってたんだけども、でここにちょっと立った。で、91年こんな状態で、93年にこれが僕たちの生物実験棟っていうところがあって、こっちの研究室に最初入った時は実験室セットアップしようと思ったんだけども、一つの実験室に電気が400アンペアもあるんだよね。だけども水もガスも来てなかった。で、ガスと実験室作るのに水道とガスがいるって言ったら、えって言われて、実験するのに水やガスいるのって言われて、でそこから始まったんだけども、で、とにかく水とガス引くとこから始まって、で、2年後に新しい建物を建ててくれて、平屋の600平米の建物を建てて、ここに移転します、こちらからこちらに。で、その後、この建物に隣接して、どっちが主やか分からへん、これに3階建ての建物が継ぎ足されて、そうそう、テニスコートね。テニスコート、この時1面しかないんでしょ。建物が1つ増えた2面になって、これも建物が増えると3面になっている、ね。テニスが重要な福利厚生だと思って。それで、ラボ立ち上げて、ラボ立ち上げて、この4人でスタートしたわけです。で、最初にラボを開いて、どういうプロジェクトをするかということで、小10倍でさっき廃校構造とか創造性の追合を見てたのを、これを分裂酵母で分子レベルまで到達したいということを考えたわけです。で、創造性の追合というのは小10倍ではソマティックに起こるけども、それは全ての生物でそういうわけじゃなくて、創造染色体の対合を見るんだったらやっぱり原数分裂だろうということで、分裂酵母の原数分裂器で染色体の核内配置と、創造染色体の対合を、見ようと思った。で、そういうプロジェクトを開始した。で、まず最初は顕微鏡を作るところから始まって、これ僕工作しているところですけど、これ実全体がこんな感じで、暗室の中に組み込んでるんですけども、手作り感満載で、これが後にデルタビジョンと呼ばれる顕微鏡に商品化されていくんだけども、当時はこう手作り感満載で、これズームインしていくとますます手作り感満載で、ここ焦点ののところを拡大すると、ここ顕微鏡からこの焦点つまみガパッと取り外して工場を持っていって削って、中の鉄が中のその軸が、金属の軸が出るまで削って、そこにフレキソブルカップリングをかましてモーターをつけるという、めちゃめちゃ、やばな工作をして、で、だから手で回せば簡単なんだけど、それをコンピューターで制御させるためにモーターとつけて簡単なことをするためのややこしい装置なんだけども、こういうものを作ったんで、92年の秋から冬頃に完成させた。で、僕、結局、データビジョンを自作機を2台作って、3台目からは市販されるようになったんで、もう少し綺麗なものが手に入っています。で、自分で判断して、時々判断が外れるんで、修理してるとこなんで、下手くそな。で、そうそう、これ、シリコングラフィックス、ブラウン管モニターだから、今、さっき分厚いって言ったけど、液晶じゃなくて、ブラウン管モニターで、シリコングラフィックスって、ジュラシック・パークとかターミネーター2を作ったグラフィック能力の高いコンピューターなんだけど、今からもすごい、届くべき、RAM が40メガバイトしかないんで、これでよく顕微鏡の制御できたなって思います。それで、実験始めて、そうすると、92年の終わりに顕微鏡出来上がって、すぐ稼働を始めたんだけども、そうすると、93年2月10日に、林さんがオフィスに駆け込んできて、動いてるんですよって言うんですね。何が動いてるのかと思って、みんなで顕微鏡のところに行って、こんな像が見える。動いてるんですよね。で、この興奮が冷めやらない2日後に、北竹さんが駆け込んできて、ペロペロ発達してるんです。セントレーになって、だからこの動いてる先端にはテラビが固まっていて、で、動き回ってるっていうのが、この動きはスピードアップしてるから、実際顕微鏡でもこんな風に見えるわけじゃないんだけどね。で、これでサイエンスに論文を出すんですけども、これ出て、しばらくはすっごい悪夢に悩まされて、近重さんが、セントロメアとセルビアの DNA プローブを取り違えてましたと言って駆け込んでくる夢を見て、でもこれと同じ結果が世界中のいろんなラボから追試されて確認されて、悪夢が消えたんだけども、最初点々しか見えないから、点との目とゼロのプロップ取り違えたら全然これ、点との目がクラスしたままじゃんってことになるんだけど、確かにテロメアがクラスしてたんで。で、この今度は美食が担うっていうのをリンさんが示して、山本さんがそれには第二モーターが駆動しているということが分かって、それぞれ論文になって、それからテロメアをクラスとする仕組みっていうのは、最初の94年の発見から実に12年かけて2006年にこの仕組みを全て明らかにしたので、この1枚のスライドに12年分が詰まっていますが、これはもう論文になっているので、これだけで行き過ぎます。ちょっと時間超過してるけど、それで、テロメアがクラスとするのはさっきの話なんだけど、テロメアが離れるのは、これはどういうことかっていうことで、それは浅川さんが挑んで、浅川さんの名前が入った2つの論文ありますけども、NAF2MC コンプレックスとミストエルコンプレックスが乖離することがセントルメアという種類の乖離に必要で、戻ってくるときにはまず NAF2MC ミストエルコンが戻ってくると、またセントルメアが SBB に復帰するということが浅川さんの仕事によって分かりました。それで、こういった対角分裂期にはセントルメアがクラスターしていて、原子分裂期にはテロメアがクラスターしているということを報告したんだけども、これがさっき言ったようにプローブ取り違えてないかとかいろいろ懸念があったんだけども、最初ずっと論件を遡っていくと、こういうのって実はセントルメアのクラスタリングっていうのは1885年に一番、終える限り一番古い論文があって、テロメアのクラスタリングに関しても1916年にもっと古いのあるかもしれないけど、僕たちが見つけることができて一番古い論文がこれで、要するに昔からこういう現象は発見されてきてて、だけども人々の記憶には定着してこなかったのが、僕たちがきりとモレキュラーのレベルで説明したので、これが定着した。だけども真実は時を超えて残るっていうことで。で、これで、ここで葉脈染色体が腹膜に出会ったので、原口にこうです。言ってもわかんないな。大変話しにくいけど、これで、すいません、なんか縁も竹縄なんだけど、とりあえず私もちょっと自己紹介をしたいと思います。で、この四角で囲んであるあたりを話します。で、私の出会いっていうのは、ここのお二人がもう本当に何て言うかな、私の先生なんですけど。なんていうかな、この安倍先生っていうのはお茶の水女子大のその私のがいた教室で、なんだろう、教務やなんていうの、研究室雇いの助手みたいなのやられてて、でそういう方だと、与えられたの食物学科なんで、小麦粉のグルテンでこれリジンアラニンって書いてあるのは、リジンとアラニンじゃなくて実際にシステインなんだけど、そういうのが熱とかその pH で変性してダメになるんですよね。でそういうのが見つかって、で後にはこれが多少毒性があるっていうのも分かったんだけど、で小麦粉とかそういうので何が起こるか調べろって言って、それがテーマだったんですよ。でこの実際これ温度を変えて処理すると、この黒い丸と四角黒い三角であるところがあって、黒いところが実際出てくるデータで温度でこういうふうにリジノアラニンっていうのが形成されて、リジンが失われる。でもう一つあったのは何ていうのかな、この内側の点っていうのはある反応を止めるパスウェイが2つあるかもしれないっていうんで。例えばこれアラニンと反応するんじゃなくてシステインと反応するんですけど、そっちをブロックすると何が起こるって言ってこうやった実験なんです。本当は実際の線はこの黒いところが2つ出てきてるだけで、私修士の学生でこれを自分でデータ取ってぼーっと見てたら、これ引いてみりゃいいんじゃねえのっていう、なんかそしたらこの点々ので出した線が出てきたんですよね。それでその日にたまたま会うことになってたこの東大の新井先生にこれを大急ぎで見せたんですよ。これ先生どう思います？これこういう反応っていうかなんか山が出てきたんです。これ面白いじゃないかって言ってそれ言われて調子に乗っていろいろやったんですけど pH を変えてこうやってでやっぱりこう新しい線が出てくる。で例えば加熱時間変えるとなんかやっぱ新しい線が出てくる。でこれが測定していない反応が見えた瞬間だったんですね。だからこれ今のフラップと何も変わらないんですよね。だけど修士の学生でやってて何も変わらないでやってて、まあ、データには結構自信があったんだけどこう引いてみようと思ったのはそういうところで、なのでこうなんていうかな、それ何が反応するかっていうとこうリジンとシステインが反応するんだけど実はセリンも反応するんですよね。でセリンもフォスフォセリンとかグリセロールセリンとかそういうタイプのセリンがやっぱり反応してそのリジナラインを作るという、だからそういう反応が見えた瞬間でした。で、まあ、これで面白いっていうことで安倍先生が論文書いてくれて、こう当時の農芸科学だと教授が頭に来るのが当たり前で学生で本当書いた人が最後に来ると。でこうなんかかわいそうだからって言ってもう一個書いてくれたという、こういう論文書いて「すいません私一かけも書いていません」学生で出てから出て1年後に出てる論文でこういうのをまとめてくださったんですね。で安倍先生はこのあとこのリジナラニンが腎臓に毒になるっていうことをちょっと突き止めて、でこれ農芸科学会賞を取られたんですね。でその後は東大につられて東大の初の多分農芸の初の教授になられて、で女性のねで紫綬褒章も取られて、今なんたら財団すいませんなんたら財団の理事長をやられてスーザン・ギャッサーとも会ったことがあるとか言ってた人なんですけど、新井先生もアメリカ科学会とかでなんか賞を受けてなんかこのレベルで話しててもうめちゃめちゃ親しいんですけど、あまり彼らにとってる賞に興味がなくてそういうお付き合いをしています。もう本当にこう素晴らしい先生たちに出会います。で栄養学教室にまあその後移ったっていうか興味を持ってやっぱり研究したいと思ってお世話になったのが長野先生です。でこう DNA ポリメライズアフィディコリンを発見したというか、アフィディコリンがポリメライズアルファに効くことを発見した論文を書いておられる先生です。でゴン先生が1983年になんかこんな論文が出てるって言って2人で読んだのがこの老化&麻酔、その前にフォーブス・エトワールが出てたんですけど、どうもカエルの卵のエクストラクトにスポアムを入れると核ができるらしいって言って、これは面白いなって言って、でそれで北海道に飛んだんですけど、北海道の片桐千秋先生っていうのが有名な発生物学の先生で、その時にM1 のペーペーの学生、あの時に2日間だけ会った人が大隅啓太さんで、去年名古屋大学の教授退官されました。で、まあ、行ってやってたんですよ。当時これラナーのエクストラクト使ってるんですけど、彼らブッフォーって言って日本産のカエル使ってた。で、まあ、23日行った実験だから大した成果もなかったんですけど、その時に細胞核とか角膜とか人工核とか面白いのはいつかやりたいと思ってたんですね。でいつも学会行くと花岡先生の後ついて歩いて「花岡先生聞いてますか？」もうすごい大好きな先生です。でまあ、こういう先生たちに囲まれて本当に幸せな若い時を過ごしました。で、まあ、長野先生の元東大で博士を取って、でこう1年ちょっと前に実際には留学してたんです。で行った先が、まあ、スタンリー・プルシナでプリオンの研究でノーベル賞2000年取ってます。でその行ってる当時に違う研究室にこの人がいたわけです。でそこのセーハーがジョン・シダットで、さっき漫画だったけどちゃんとネットには出てくるという。で実はジョンの家は、まあ、お妻がリズ でジョンで、これリズが2009年にノーベル賞の、まあ、受賞の電話を受けた時のそういう画像がネットには出てます。まあ、こういうお付き合いをさせてもらいながら、まあ、写真は嫌いだったんですけど、だから私たちはもう勝手に自分たちで撮った写真は決して使わないんですけど、ネットに上がっている写真を使わせてもらってます。で、まあね。で、最近もちょっとズームで話したりとかってはやってるけど、まあ、そんな人たちです。で、ちょっとこの UCSF の3年間の契約を終えて、バークレーでお世話になったのがゲイリー・ファイアストンで、その時に知り合いになったデイビッド・アレクサンダー。この人は別に偉い人ってわけじゃないけど、私が日本に帰ってきた後、日本に来てもうそれからずっと日本で暮らしてて、よく英文講師とかを頼んだりしている友達です。で、あと UCSF でなんていうかな、またバークレー終わった後、ジョンのところにお世話になって、その時にいた人たちが、まあ、もちろんエガードはボスですけど、ベルモントとかジェイソン・スウェドロー、ビー・ダンバーグ、ジェニファー・ファンという人たちがいた時代です。それで今日来てるピーター・カールトンさんとか、それからあと松田さんも実はジョン・シダット県の仲間で同窓です。で、こういうことで、でも1991年に日本に帰ってきて、まだ天竺高等1年の時ですけど、こういう状態の時に帰ってきました。で私たちに与えられたお題は3次元の生物情報の3次元非破壊計測で、私が考えたのは、まあ、生物情報っていうのは、まあ、DNA のことじゃないのって言って、で非破壊計測はライブセルイメージングやらなきゃいけないのという、そういう考えで進めていました。で、まあ、一応ありのままを見るっていうことを、まあ、そういうコンピューター制御の3次元マルチカラー蛍光イメージングということでやってました。で、実を言うと最初に買った確かに帰ってきた時はああいう野原でガスも水道もないところで研究室で1000万しかないんです。何にもないのに。で、実験なら1個買うと200万かかって、だから何でも1個しか買えないんですよ。それでなんていうガラスディッシュとか試供品あったら何でも持ってきてって言ってもらってて、もう本当に学会に行ったら何でももらってきて、業者にももらって、でなんか試薬買おうって思った時に今DNA を染めるのに何買おうかっていろいろあるけど、とにかく1個買おう1個ってで私が選んだのがこのヘキスト33342です。それで1992年のどっかですよね。でディーンさんが実験に使って、ディーンさんは前言ってたよね、これなんで使ったかって、いやあったからですよって買ったのは私ですで何が良かったかっていうと、これは透過性に非常に優れてたんですよね。でこれ赤いところがヘキスト33342で、実は当時一番人気のなかったやつで、ほとんどがラピーが一番よく使われてて、その次にヘキストっていうと33258が使われてた。でなぜこれ選んだかっていうと、私も別にぼんやり選んだわけじゃなくて、実はメソディンセルバーオロジーからこうバーッと読んで、でなんか一言書いてあったの、パーミアビリティが高い。それでこれにしようと、1個買うならこれにしようと思って選んでた。でもう一つはその頃覚えてるのは、さっきのチューブリンじゃないけどアクチンも細胞に入れるなら元あった量の 5% 以下にしろって書いてあった。でやっぱりチューブリンも結局平岡さんさっき言ってたようにむやみに多くしたら死んじゃうんですね。まあ、そういったことが本にパッと書いてあって、そういう予備知識のもとに一応こうグッドラックだったかもしれないけど、こういうことが起こりました。で私もなんか兄さん近重さんがいい仕事を出してるので、まあ、ぼやっとはしてられなくて、で人の細胞の、まあ、なんせ情報通信研究機関でボンベとかやってて、ちょっとぐらいはいいけどその後は説明できないから、なんせちょっと人の細胞とかやっておこうと思ってやったんですね。でこれ実はディーンさんのっていうか近重さんの論文が出た同じ年なんですけど。彼らのやつが2月頃出て、これ3月のなんか新聞の人が来て言われて説明をしたわけですね。そしたらこんな記事が一面トップで出てしまった。で、生きたがん細胞って書いてありますよね。ところがちょっと実は固定細胞、それ大変申し訳ありません。私たちは特に言ってないんですけど、こういう間違った記事になりやすい。しかもですね、ちょっと下の方に出ると、下の方に米田さんがすいません、米田さんこの時大阪大学医学部教授、後に医学部の部長に学部長になって、今医薬基盤の理事長になってる偉い先生で、そういうなんか書いてもらってるのに実は間違ってるわけですね。でこれはいかんぞっていうことで頑張りました絶対それは成し遂げないといけないミッションになりました。でライブセルイメージングを目指して、本当のという本当のですね。でもう本当にいろんな温度制御を試して、意外にもう温度制御は難しいんですよ。温度が変わるともう要するに膨張率が違うから、いろいろ触れて変わるんですね。それで結局行き着いたのがこういう箱物、こういう部屋で温度制御すればいいじゃないかと。この部屋ももう話せば30分ぐらいは優に話せる秘話があるんですけど、まあ、こういう中に顕微鏡を入れてですね、そうするときれいに温度制御できるということになりました。ただなんていうかな、風をこうヘパフィルターで37度でもう何年経ってても一切カビも生えないんだけど、中に強烈なヘパフィルターが入っててクリーンルームになってるんですよね。でこうずっと37度で空気を循環してて、でそうするとこの風が当たって顕微鏡が揺れるかもしれないからってシェルっていうかひたしをつけてあるんですね。でそれで上を風が通って下に抜けるんですけど、だから上の方とヘリとあたりとこの顕微鏡の真ん中あたりで温度が必ず1度違います。だからもう温度もものすごい管理して、そういうことをもう基礎的なデータずっと取ってましたね。でそういう中で金田さんっていうオリンパスの人が来て、95年に撮れた画像がこれで、この時顕微鏡も無限遠に変わった頃で、金田さんその無限遠の顕微鏡の設計者の一人で、それのご褒美みたいな感じで来てましたね。でその前まではオリンパスからが供与された IMT2 を使っていて、そのうちには買い取りましたけど、でこの頃からもう無限遠に削っちゃったから、借りてた顕微鏡のフォーカスゾーンに削っちゃったから、はい、借りてた顕微鏡のフォーカスゾーンに削っちゃったから買い取りました。はい。これ GFP の前です。GFP が登場する前の話。そうそう。それでだから一個一個そのローダミンテューブリンを生成して一個一個細胞に入れる。で、赤いところはヘキストで染色してっていうことで。観察したもんです。これなんか古い仕事ですけど、そういうことです。で、それでライブセルイメージングも順調に立ち上がって、これ今コージンさんでもタイムラプスの女王ですよね。彼女がいるとほぼほぼ成功する。でその後、2000年ぐらい来てるシミさんとそこにいるゆりさんが参画してくれて、でフラップレッド FCS スペクトラというのもやっていました。ただ私は角膜を研究している上で例えば今こういうので見ていても、これは LBR というラビン B リセプターという特定のタンパクなんですけど、タンパク質によって挙動が違うんですね。それは必ずしも角膜タンパクでも角膜を全代表していない。なのでどうしても膜が見たかった。なのでやったのがライブクレーム法っていうライブを見て自分の好きなところで止めて、そこの時にできている構造を詳細に見る。これちょっとほんのこの矢印の先端の先っちょだけなんですけど、そういうのを見ると青いところ緑のところにGFP バフというタンパクですけど、で赤いところが角膜で、この黄色いところは1本のテューブリンがあることが分かります。でテューブリンじゃないマイクロチューブルがあることが分かります。でこういったのを新藤さんって書いてあるけど、当時麹成さんと、今新藤さんっていう名前になってますけど、小川さんがやってくれました。でこういう技術的な基盤ができたんで、いろ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 論文書いてますというだけですけど、で、角膜工の仕事もやっていて、で、まあ、浅川さんがこう分裂工房を使ったことをやってくれて、もう詳細はいいかなという気もしてるんだけど、まあ、ここに書いて小布施さんといろいろ本当に助けてくれて、論文をいろいろ出してきました。で、概要は分裂工房は、まあ、その今は、発見されている生物と異なる独特のアウターリング構造を持っている角膜工複合体になっているという成果が出ました。で、もう一方テトラヒメナの研究もやってて、普段特徴としては核が2つあるんですね。だからなんか面白いんじゃないかと、核の機能をなんか構造と直接リンクして見れるんじゃないかってことでやり始めました。で、それは岩本さんがやってくれたんですけど、ここにある成果で、大核と小核では角膜複合体の構造が違う。で、特に赤いところと青いところがすごく違って、緑のところはタンパクは一緒なんですけど違う構造ができているということまで分かりました。これに関しては深川さんとか小布施さんの力を借りてやりました。で、今人工核は昔夢見て、じゃあ核やりたいなって、人工核作りたいなとか思ってたのを今一生懸命やってるんですが、まずDNA ビーズを作って体細胞に入れました。で、それ小林さんがやってくれたんですけど、角膜の部分しかできないんですね。 DNA だけでは角膜工とかできない。で、角膜工を集める抗体のビーズを使うと、やっぱり角膜工だけできるというのをスクレイさんがやってくれました。でもちょっとこれで体細胞では完全な角膜っていうのはかなり無理かなと思っているんですけど、一方では なぜかというと要素が少なすぎる。で、マウス肺だとカエルの卵の肺と一緒で、もうすごくたくさんのプールがあるんですね、ものの。でいけるんじゃないかと思って、山川さんがやってくれて、その時鈴木由香さんという学生が非常に乗り気でやってくれました。で DNA ビーズをこうやって一個一個生きたマウスの肺に入れるんですね。でその周りにできる核を検討したら、角膜もきれいにできてて、角膜工もきれいにできて、でも角移行活性がないというところまでできて、なんか結構いけたけどまだもうちょっとダメだなみたいなところで、今米沢君聞いてますかでマウスの肺でやっぱりあるものを使うと、この DNA ビーズじゃなくてあるものを使うと、また逆に言うとあるものを使わないとちょっといけそうだっていうデータが出て、ごめん私隠してるわけじゃないけどデータ持ってなくて、米沢君期待してますね聞いてますそういうところで今まさにオンゴーイングで研究を進めているところです。もうちょっと経つとちゃんとこう聞いてますってよし頑張ろうそういうのですごく進めているところです。はい、角膜は染色体に出会ったからちょっと不明なんですけど、ここで交代します。ちょっと中断するとなかなか頭が持ってもらえない。91年から2007年は通総研にいたんだけども、その中で大阪大学大学院理学研究科と連携大学院っていうのを始めました96年。でそのきっかけになった、最初の学生林明さんっていって、出芽酵母のセレビシエの元素分裂におけるセントロメアとテロメアのダイナミクスっていうのを見たんです。でポンベで見ていたのと同じようなアナロガスなことを出芽酵母で見るっていうことなんだけども、これでどうしてもそのテロメアを生きたまま観察するためにラッパン GFP が必要だったんだけども、それが N 末につけても C 末につけても機能しない。それでこういう奇跡のラッパン GFP ができたんだけども、ここに他の生物とは全然相当性のない50アミノ酸ぐらいの領域があって、この領域って他の生物には全然見当たらないんですよ。だからこの領域に突っ込んでも大丈夫じゃないかって思って突っ込んだのがこれで、これが当たって、これがラッパン GFP としてきれいに働いた。これ良かったんです。それでかなり学位取れました。それから亀高愛さんっていうのがまた来まして、KI67 っていうのは、クマドリンだ。クマドリンって言ってた。そうか、カメドリンじゃなくてクマドリン。まあそれで、まあ、彼女も来ました。それ以外にも何人かそれ以後連携大学院の学生として阪大の学生を預かるに至って、ちょっと全員の紹介はちょっと時間的に省略しますけれども、こういう活動を、生命機能に着任するまでずっと、というか実際にはずっと続けてきたんだけども、連携じゃなくて傷微生命機能の検討になっただけなんですけど、だからずっと96年から理学研究家との付き合いは続いていました。でこれで生命機能研究家の方に2007年に着任して、これちょっと経ってからの写真ですけども、その時に木村博さんを准教授に迎えて、この人事の裏話は多分禁句やな。で木村さんと浅川さん神戸の研究所にいたのをこちらに来てもらって、で平野さんでこういう体制で。で木村さん今は東工大の木村さんね京大の特任教授やって、テニアトラックの走りやったんやけども、そのプロジェクトテニアトラックって言ってたのにピッツンって終わっちゃったのね。で全員20人ぐらいのテニアトラックの教授全員クビなんで、僕が推薦したから平岡さん後のことよろしくねっていう兄弟から言われて引き取りました。それが教訓になって、それ以後テニアトラックっていうのがいろいろ考え直されるきっかけになった事件で20人もの教授を一気にクビにしちゃったからね。まあいいや。で浅川さんは神戸にいたのを移ってきて平野さんとか参画するんですけども、この辺もうちょっと広げようと思ったけども時間切れでこの3人しかかけてないけど、また後で。で平野さんと木村さんとの関係でずっと角膜と染色体の相互作用を平野さんやってたんだけども、木村さんヒストン H4 をやってて、この間をつなぐ仕事となりまして、ヒストン H4 の就職を介してクロマチンを整理するっていう話論文出して、それからヒストン H4 のつながりで林陽子さんが DNA 複製にヒストン H4 の収集が関わるっていうのを去年 NAR に論文出して、で学生でルアンさん今日オンラインの向こうにいるみたいなんだけども、これヒストン H4 のアスチル化が分裂酵母の原数分裂期で DNA 複製に関わるっていう論文で学位を取得した。で核運動の仕事もして、複製チェックポイントの絡みも論文出してます。でそれで染色体角膜に先出会ったんだけど、ますます角膜に出会う事態になって、なかなか染色体に戻ってこれないんだけども、でブッケ4ってさっきテロメアをつなぎ止めるものとしてテロメアクラスターの時に見つけたタンパク質なんだけども、それと別に BEM2 っていう角膜タンパク質があって、この2つの間に関係が見つかってきて、この2つ両方壊すと、それぞれ壊しても単独で壊してもどうもないんだけども、両方壊すと死ぬっていう合成致死っていう関係があるのと、物理的にも結合するということで、この両者の間には何か生物学的な意義のあるインタラクションがあるだろうということが想定されてきたわけですね。それで角膜の欠損変異の評価を受けてもほとんど微妙で、なかなかはっきりしたフェノタイプが出ないので、染色体をやってるとフェノタイプが出やすい、すぐその結果が出るんだけども、角膜って壊れてもなかなかそれで角膜の異常を染色体の異常につなげる系を作って、ミニクロモソームを入れておいて、そこに仕掛けをしていくと、染色体を脱落すると赤くなるということで、コロニーの色を見ると染色体の異常が出てるっていうことが分かる系を作って、これで非常にその角膜の微妙な衝撃をきっちりと色で識別できるような形ができたので、いろいろ染色体、角膜の変異を調べれるようになってで、LEM2 と VK4 を二重結晶すると合成致死になるっていうことで何が起こってるのかっていうことで、絹原さんがこれで学位取るんですけども、まず見たことは核タンパク質が漏れると、どんどん見ていくと最初核の中に核タンパク質がいるのがだんだんこう細胞質が明るくなってくる、漏れ出してくると。でこれがこの漏れ出した度合いが強くなるにつれて細胞が生育できなくなるんで、これが致命的な原因だろうということで、これを相補するものを探す。で二重破壊の欠損株でレスキューする遺伝子を探したら、極超差脂肪酸浸透酵素 ELO2 っていうものが取れてきて、何かその脂質代謝が関係しているということで、これが論文になったんだけども、僕はこれ ELO2 って発音するんだけど、絹川さんが L2 というもんだから、エロエロといろんな楽しませてもらいました。それでこれ著者は平岡康と平野康弘と絹笠康葉という、後に3安と呼ばれる一味です。でこの論文はジャーナル・オブ・セル・サイエンスに掲載されているんですけども、インタビュー記事が載せられまして、安葉絹笠っていって JCS に写真付きで出ています。でここに書いてあるのが、僕が言ったと彼女に言って印象に残ったと言われる言葉なんですけども、サイエンス is not a priori interesting, you make it interesting ということで、サイエンスはただそれだけでは面白くないんで、お前が面白くするんだぜって言ったらしいんだけどで、そういう論文が出てから学位取りました。で早くしないと時間がないと言っている。それで平野さんはそれ以外の松田さん、平野さんが顕微鏡の技術の高度化にいろいろ貢献してくれて、論文はともかく、平野さんは性細胞傾向イメージングでの講習会で中心的役、この写真音とって知る人ぞ知ってると思うけども、阪大の門の前にある音とをでジェイソン・スウェドルが来た時に、平野さんいないのはこちら側で写真カメラ構えてるらしいんだけども、セダ時の同窓会ですねこれ。でそれはいい。で蛍光顕微鏡イメージングの講習会で彼中心的役割を果たすのだけども、こういう感じで指揮をとって、バックヤードの雰囲気で平野さんでそれでもうあんまり時間ないからさっき進みますけども。これは2017年にカナダで開かれた国際分裂公募会議の時ので、浅川さんとヤンさんの仕事を紹介しようと思ってこれを作ったんだけど、写真があまり綺麗で風景が綺麗なんで、ここに汚いデータを汚くはないデータを入れて汚すのがもったいなくて、このまま綺麗に彼らの仕事はちょっとデータを入れずに紹介しています。で、一つは原素分裂期における角膜バリア機能の奇妙な振る舞いを分裂酵母で見つけましたというのが一つで、あと分裂酵母の原口の方からもちょっと話あったけど、分裂酵母の角膜複合体の奇妙な構造、奇妙なことばっかりを、この奇妙な振る舞いと奇妙な構造を浅川さんとヤンさんが報告してくれました。でこれ風景が綺麗なんで白黒の文字だけにしました。それで最後は佐久間さんのこの廃紙を使ってプロマチンの研究をしたんで、最近論文が1週間前にアクセプトになったところなんで、ちょっとラップだけ出しました。パチパチ。それで最初分裂酵母の仕事を始めるときに小10倍で観察した結果に戻ってきたっていう話をしたい。これはまず長寿場の月杯で肺由来の転写が開始する時期に想像線上が追合するっていうことを見つけてあって、それをまあ分裂酵母で見ていったら、非コード RNA が想像染色体に蓄積して、それが想像染色体の認識を担うということで、この時見てなかったんだけども、実はこのヒストニン遺伝子が大量に発現する時期なんです。この周囲にやっぱり RNA のファクトリーができていて、それが想像染色体を手繰り寄せてるんじゃないかなと、もし見ればそういうものが見えて、分裂酵母で発見したことが同じことはやっぱ起こってたんじゃないかなと思って、これはまだ誰も見ていないので、誰かまだこれから研究する人は見てくれるといいんちゃうと思う。でセントロメアテロメアの廃校に関して、少女梅でセントロメアテロメアの廃校を見てたのが、元素分裂に分裂酵母でもやっぱりセントロメアの廃校が見えて、これが元素分裂に入るとこの廃校コードが逆転するっていうことで、同じ現象は見られて、しかもこれは普遍的な現象であって、もう100年以上前から実はわしは知ってたんだぜっていうやつがいるっていうことなんやな。だから真実のものが残っていくっていう。最後に細胞切削ワークショップっていうのをやってきたことをちょっと言っておきますけども、最初にこのきっかけになったのは塩母の顕微鏡のトレーニングコースを引き受けたっていうところで、これでまあ講習会のやり方っていうのを学んだんですけども、午前中に講義をして午後に実習をするっていうスタイルで1週間やるっていうのが、今やってるスタイルはここから学んだ方法ですけども、それで自分たちも初めて阪大と北海道大学の共同で始めたんですけども、これが2003年が第1回でやってて、僕たちもまあ性細胞観察ができるようになったので、自分たちでやろうぜっていうことで、まあこの長いタイムスパンで見てきた人はあんまりいないんだけど、それで、これまで32回やってきて、こういった項目を教えてきました。で今年33回目やります。多分、やります。ので参加してね。それでもワークショップ、いろんな初期の立ち会いからいろんな人にが関わってくれて感謝しています。で32回やってきた中で、まあ時々ところどころ世代交代も進んで、平野さんやら北村さんやら樺山さん、松田さんとか深田さんとか入ってきました。参加してくれています。それで終わりか。そうそう。で、まあ、いよいよ締めに入ろうと思うんだけども、最初に言ったエナエさんが言ったというお前は暁の超特急夕暮れの鈍行っていう話、それから衣川さんのインタビュー記事で出てきたサイエンス is you make it interesting っていうこの辺の絡みで、暁の超特急って言われてたのは、とにかくやっぱり最初のが早くて、僕はやっぱり思うんだけども、ビギニング・オブ・サイエンスが一番自分の好きなところで、まあ、大体答え出たらもうええやんって、そこは誰でも問いができたらあとは答えは見つけれるじゃんと思ってしまうんだけども、でそれを柳井さんに戒められたんだけど、やっぱりサイエンスのどこが好きかっていうと、最初に問いに気づくところで、でまあ細胞生物学の細胞生物っていう解放があって、そこの関東圏で21世紀は男の時代、心はいつもホームランっていう記事を書いて、21世紀は男の時代っていうので、これはパロディでその前に書いたのが原口が21世紀は女の時代って書いてたので、それを受けて僕がこの21世紀は男の時代っていうのを書いたんであって、特にそのセクシャルディスクリミネーションがあるわけではないんです。でそこに書いてあることです、まあ、ずっとあるんだけど、男の時代を書いてきてて、でさてっていうか書いてないけど、とにかくまあ長い全部見る必要はないんだけど、青字にしたところがまあ言いたいところなんだけども。基本的に自然に対する我々の理解は所詮現在の科学のレベルによって制約されているっていうことで、だからやがて科学が進んで理解が深くなったら、現在の科学者は多かれ少なかれ皆愚かだと。科学を進めるということは、昨日までの自分が愚かであったことを示し続ける努力だと、そういうことを書いたわけです。でこれは今もそう思ってて、これを僕の最後の言葉にしたいかなと思っている次第です。それで、でこれからのことなんですけども、3月で40定年を迎えます。それで来年1年間は科研費があるので責務を全うするつもりであって、生命機能研究家の昌平教授として、深川さんの下に入ります。でそれで1年間科研費の仕事があるので、今いる人たちの仕事を整理して論文も出して、今いる人全員次の職を確保するというところまでが僕の責務です。でその後は未定なんだけども、特にどっか再就職する予定もないので、顕微鏡の講習会とかあれば、行きます。というわけで、これで終わりかな、ひょっとして。これで終わりなんで、それでクレジットが用意されています。次の、あれちょっと待ってよ、まだ、これか、まだ、ちょっと待って。終わりなんだけど、このわけのわからない花、説明してなかったな。これ僕の作品なんだけど、僕のこれアルミのボトルを単にひねっただけなんだけど、この腹綿が裂けた中から綺麗な花が咲いているところが、サイエンスが目覚める瞬間で、これね、妥協なくて、この花をどこに刺すかによってもう1点しかバランスが取れるところがなくって、1回倒れるとまた立てるのはすっごい大変なんだけど、このボトルだけだと単独だと絶対立てなくて倒れるんだけど、これにバラの花を刺して決まった位置に刺した時だけちゃんと立つ。この妥協のない造形物、ずっとラボに飾ってあるやつ。これは蛍光顕微鏡のフィルターホイールをイメージしたカップだね。それでいよいよタジに入りたいと思います。タジはここに用意してるんだ。これ僕からね、ビデオクリップで勝手に流れるので、7分間ほっとけば行くんだけども、その間沈黙してても、なんかみんな何を見せられてるのか分からへんし、名前が出てくる人はいいけど、関係ない人は7分間シーンとしてるのないから、適当にまたここから何も用意してないんだけども、研究と関係なく自分の、人生のまだ動かしてない。動かすか。大体数えて100人ぐらいやって、ちょっと漏れてる人多分いると思うんだけども、91年から今までの人たち、これをちょっとビデオクリップでだんだん出てくるんだけども、これただきちんと見せられても困るから、他のことを適当に話しながら何分間聞いてもらおうと思ってて。こういろんな人のお世話になったんだけど、多分一番感謝しないといけないのは原口徳子っていう人かなと。その通り。実は秘密にしてきたけど、実は親御さん今秘密にしたけど、原口徳子というのは実は私の妻です。ずっと30年間秘密にしてきました。知ってるって言われたんだ。サンフランシスコで出会い頭の衝突をしてしまいまして、なんで結婚に至ったかって全然本当僕正直なところ覚えてなくて、よほど怖い目に遭わされたかなと思って。絶対に違う。で結婚した当初、最初は馴れ初めってね。最初に一緒にバーに行ったことがあるんだけど、その時に僕が話したのはショウジョウバイの初期配の核の中を見たいんだけども、ディコンボリューションっていうのをするとよく見えるので、それをなんとかやりたいと思ってるっていう話をしただけなんだけど、なぜそれが結婚につながったかようわからない。でそれで彼女、まあだから時間がなくなる前に大事なことから順番に言うと、まず彼女のことを言うと、彼女結婚した当初僕に言ってたのは、あなたはマイナスもすごく大きいけどプラスもすごく大きくって差し引きするとちょびっとだけプラスなのって言ってて、でマイナスの部分は私が引き受けるからプラスの部分頑張ってって言われたので、その通りやってきたんだけど、その後半、結婚したけど後半になるとあなたのマイナスに使うのはもう疲れたわって私の30年返してって言うから、だから今から30年かけて返していこうかなと思うんだけども、30年はちょっと長すぎて実現できひんかなと思うから3年ぐらいに負けてくれんかなとは思ってんが、3年ぐらいならまだ生きれるかもと思ってんけどね、うん、それからまだ少し時間あるから80年からの話をしたんだけど、1957年からの話はまだしてないので、1957年に生まれたんだけど、その頃の記憶はほとんどないんだよね。で小学校に入った、僕はね科学者になったっていうことはなくて、科学者になったんじゃなくて科学者に生まれたんだと思ってるんだけども、職業選択のしたことがない、ね、でやりたいことやってきたらこうなっちゃったんだよね。で小学校上がった頃に知恵遅れやと思われてて、 でも最初の知能テストした時に実は知恵遅れではない、単に入力出力がないだけで中は動いてるんだということを気づかれたんだけども、まあそれで詳しいことは窓際のトットちゃんに書いてあるからで人生の大きな岐路があったとすると、中学校から高校に行く時に進路指導の先生に、僕はちょっとテニスやっててテニスの強い高校に行くか進学校に行くかっていうことで、進路指導の先生が君はスポーツでは絶対に一流になれないから学問の道に進みなさいと言ってくれて、で学問の道に入ってしまったんだけども、もしあのままテニスを続けたら今頃錦織になってんやないかなと思うんだけど、だから正しい道を選んだかどうかはちょっとまだ分からない。で高校そう中学校でなぜ高校に行く時にそれいろいろ揉めたんですよね。どこの高校を受けさすかっていうことで、僕神戸高校っていうところに行きたかった。なぜかっていうと特別なコースがあって、カリキュラムの半分以上が英語と数学と理科をやってればよくって、国語と社会しなくていい。で中学の成績っていうのが5段階ので1がなかったのかな、残念なんだけど2345っていうのがあって、で原口にその後結婚した後行ったら「そんな私は3なんか見たことないわよ」って言われて「ああ1と2ばっかりやったんか」と思ったんやけども、僕はで神戸高校って約4か5ぐらいが全部固まってないとやっぱいけないんで、受験させてくれないんだけど、2345って持ってて、すごく教師は どう考えていいかわからない生徒やって、3年生の教師が全部職員会議開いて、その日は全ての3年の授業が自習になったんだけども、僕をどこの高校を受けさすかということで揉めに揉めて、で父親も呼ばれて1日職員会議やったんだけども、それで後で聞いたところによると体育の先生が受けさせてやれって言ってくれて、この子は数学だけはできるから論理的思考力はある、だからきっと将来伸びるって言ってくれて、でそれ以外の数学とか主要教科と呼ばれる教師は全員が反対してて、体育の全員反対したんやけど、体育の先生だけがスポーツでは無理って言われたんやけども、将来数学だけはできるから、僕数学だけは5やったけど他全部2345を行ったり来たりしてたから、すごい教師としては理解に苦しむ生徒やったと思う。でそろそろ終わったからもういい加減にしようか。で一応これが流れる間時間潰せたので何も用意しなかったから。以上。平岡さん、ありがとうございました。いや本当にこんな日が来るっていうのはもうびっくりなんですけど、今まで本当に無事にやってこられたのはもういろんな方のおかげです。本当になんか泣けてきますねって全くその通りで、本当にありがとうございました。もう本当にシンプルな言葉しか浮かばないんですけど、もう皆さんのおかげです。本当ありがとうございます。感謝の足りない夫なんでちょっと、はい、どうした？感謝を感謝さっきたっぷりしたけど。あまだあんたの感謝たらみんなでね。いやだからこういう夫を抱えてるから大変なんですけど、本当にありがとうございました。ネットの人たちもネットの方たちもそうなんですけど、もう本当に長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。